じゃないならやめときますか。竹風頑張る。これやっぱりお客さんの、はい、我々はもう別にどうでもいいんですけど、お客さんが何を求めているのか。お客さん聞きたい。いや多分聞きたいと思いますよ。怖いのか。はい。ちょっとあまり拍手少ないですよ。SNS とかに書かない方がいいですよね、この内容は。いや、全然いいですよ。書いていいんですか。ニュースとしても発表しちゃっていいんですか、ニュースという方が皆さん聞いた。別に、あの相撲協会に迷惑かけてないし、自分の人生だし。マジっすか。誰にも迷惑かけないと思うんで。はい。まあ、意味深な言葉ってどういうあれでしたっけ。ちなみに。あ、身体ですよね。自分でやれないっていうこと、はい、それを聞きたいんですよね。それを今日言いに来たんで。いやでも正直あの、はい、事前情報だったら、はい、以前武田鈴木は重量に落ちたらもうやめるって言ってたっていう話を。で僕のところから聞いてます。僕の最近の記事だと、記事というか情報だと、オリンピックまで行きたい。うん、東京オリンピック。はい、東京オリンピック。はいあと最近の自分の記事だと、記事だと勝ち越してやめるっていう。あ、そうでした。ありました。ありました。まあいろいろこう、ある中で、まああと一番勝てばまず残れると、幕内残留、負けたらもう落ちるっていうのは自分でも分かってましたし、まあ落ちたらやめるっていうふうにあの言ったじゃないですか。もう落ちたこと。12年半落ちたことないからですね。はい、それすごい。もう分かんないですよ、落ちるっていうのは。落ちてみないとやっぱ分かんないこともあるしですね。まあ、そういった中で、あの千秋楽負けて、もうどう見てもまず落ちると。あ、落ちるなって決まったときに、まあ、自分と親方はもうやめるっていうふうな話で。自分辞めたことないから分かんないんですよ。辞め方とか。どうやって現役やったことしかないし、やってるから辞め方分かんなくてですね。あれこれどうやって辞めるのかな。親方と本人はなんかそっちの方向で気持ちはそっちの方向で進んでるけど、これどうやって辞めるのかなと思って。教会に何を出せばいいのか。誰に言えばいいのか、まあ、マービーとかは分かると思うんですけど、はい、まあやめましたけど、ね、分かんなくて、まあ、そうやってる中、いろんな人からですね、あのどうするって、やめるわけないよねみたいな、こんな稽古もできるし、やってきたし、えまだやるでしょみたいな、落ちてますね、まあ、たとえ一場所、二場所、三場所いても、まだこんだけやれるんだから、絶対戻れる。っていうような、みんなそういうような、竹風に対してそういう評価をしてくれるわけなんですよ。それは沖の上関ですか。いや、あれは別にそんな詳しい話はしてないですけど、まあみんなそう言ってる中、まあ、だんだんこの自分も場所後の休み1週間あるんですよ。で、節分とか、あの朝赤龍関の中年人があって、はい、だいたいその翌日から、まあ、場所を2週間休んでから、稽古始まるんですけど、自分ちょっと長期休養に入ってみようかな、今までやったことないことをしてみよう、まあ、親方もそれで考えろって言ってくれたんで、でいろいろこうやってる中、休んでる中、なんか自分もですね、ここまで長くやって、ここでやめたら最後負けて落ちて、このなんかもうモヤモヤのままやめるわけじゃないですか。これはちょっとやっぱりたった一度しかない人生、たった一度しかない相撲人生、これはちょっと悔い残るなと思ってですね、まあ、学生の時も最後学生横綱取って、あれ3年生の時取ったわけじゃなく2年生の時取ったわけじゃなく4年生の時取ったんですね。でも最高のまあ引退の仕方というか、まあ、学生生活終わったんですけども、やっぱりもう一回ああいうようなことをしてみたいなと思ったし、ここ3場所自分負け越してるんですよ。3場所ですね、半年。相撲で勝つ、勝ち越しって、
見てる方、まあ、やってる方はですね、最高のこの快感なんですよね。もうあの、はい、ここに例えることができない最高のこの感覚で、だからもう一回貸したいな。よっしゃ、よし、じゃあもう現役続行。そうです、あのそうです、現役続行宣言です。よっしゃ。いやでもあの、ベースボールマガジン社の門脇記者、月刊スポーツの方とかも、はいはい、あの竹風、何も言わねえんだよなって言ってて、いやこれやっぱりあの10年以上も幕の内ずっとやってきた人間は、まあ、何かの責任も落ちるということで、何かこう責任を取らないといけないなってあの思ってて、まあこの責任を取るっていろんな責任の取り方あるんですけども、やめて、責任を取る、それかっこいいですよ、それはそれで、今まで重量落ちて落ちるの決まって、もう現役引退っていう力士もいっぱい見てきましたので、だけど自分この後の人生、年寄り面積も取得してますし、親方という指導者であるんですね、その指導者ね、あの千秋楽の時は、あこれで指導者になるな、やっと一緒にものを教えれる夢かなうなと思ってたんですけども、まあ教えられる、教える側はそれでいいんですけど、教えられる側の気持ちになった時に、やっぱりそれなりに経験している指導者に教えてもらう方がいいのかなとか、自分の息子を出す時にやっぱりそこそこの人生の経験した指導者、親方のところにやりたいなって自分思ったんですね。だから自分もそういう指導者になりたいなと思ったんで、やっぱりある程度のそれなりの経験はもっともっとしなきゃダメだなと思いました。千秋楽の時にはもうやめる決意を、千秋楽パーティーとかめちゃめちゃ清々しかったですよ。すがすがしいってどっかの引退最近聞いたことあるような言葉です。非常にすがすがしい方がいます。すがしかったっすね。嫌いだ、嫌いじゃないよ、大好きだよ、大好きだよ。まあ、誰とは言ってないですけど、そうですね、私、横綱大好き、全員大好きですよ。嫌いな横綱誰もいないです。いや、辞めるっていうのはまた言いますけど、辞めたことないんで、辞めるっていうのはこういうことなんだなと。だけどやっぱり、長く居座り続けたせいか、辞めることが生活の一部、体の一部を引きちぎられるような感覚がしてですね、ああ辞めるってこういうことなんだなって、千秋楽パーティーの時とか、まあ、その日何日間かずっと思いましたね。もしじゃあでも例えば分かんないですけど、辞め方がさっきどうやって辞めるんだろうって言ってましたけど、千秋楽パーティーの時にもし相撲協会の誰か来て、辞める辞めないかどっちにすんのって言われたら、もしかしたら辞めるって言ったかもしれないってことですよね。まあもうちょっと時間をかけて考えると、やっぱり人生、自分の人生でまあこれもやっぱ本当長く居座り続けたせいなのかもしれないんですけど、すぐやっぱ決めれないですね。決めなかったし、そうですね、まあ、現役やるって決めたのもここ最近の話ですので、まあ、その負け越すまではですね、受領したらやめるんだとか言ってましたけど、まあ、実際その場にこう落ちるって決まった時に、またこうなんか見える景色がこう違ったんですね。でも簡単な話じゃないと思うんですけど、本当重量優勝とか決めてくれたら、もうめちゃくちゃかっこいい。そうですね。いやもうちょっとやっぱりこう、まあ、楽しむって言い方は、まあ、相手もいるんで本当失礼なんですけど、もうちょっとこうなんていうんですかね、やっぱり1分1秒1番1番味わってですね、噛み締めて時間を過ごしたいです。いい言葉。
相撲を噛みしめる、はい、時間を生きている時間をですね、はい、やっぱりみんなこう応援してくれる人とか見てる人はもう勝った負けたあの土俵の中いい相撲だったなとか、まあ、大体勝った負けたで評価するんですけども、やっぱり土俵の中に本場所の土俵の中にいる時間っていうのは本当水流じゃないですか。それ以外の稽古の時間とか、まあ、トレーニングしてる時間、食事してる時間とかですね、やっぱりそういう時間を見てほしいですね、そういう普段の姿を。人生ですもんね、捧げてますもんね、人生。これから現役、まあ、やると決めたんで、今まで通りのやり方じゃちょっと持たないなっていうか、ダメだなと思ったんで、やっぱりどんどんいろいろ変えていきたいなと思ってますね。来場所もちょっと締め込み変えてみたりとか。え、それも作ってるんですか。いや、真珠色の時使った。真珠色何色でしたっけ。真珠色朱色みたいな赤っぽいやつなんですけど、赤だ。それも若い人です。そうです、濃紺の中央大学 の、 色なんですけど、もう付け手に下がり作らせたんで、大阪を送りましたよ。おお、それが見えるわけですね。それとか、あとマウスピース変えたりとか、テーピングバッグ変えたりとか、もうあらゆるものを変えて、そうですね、何かを変えないと、それにも変わっていかないなと思いましたので、はい、これも、はい、十数年ぶりに来た。あ、そうなんですか。まず、カビ生えたらやっぱちょっとすげえチェックしたんですでも全然サイズは変わってないんですね。そうですね、まあ、20キロ、30キロ太ったじゃあちょっときついと思うんですけども、5キロ、10キロぐらいまでは多分大丈夫だと思います。へぇ、新規でもね、よかった、ね、そうですよ、いただいてよかった、ね、全員応援しましょう。いや、本当そうですよ。新規っていうのは、まあ、今までと違うし、本当大変な、厳しい、日になり時間を送ると思いますので、まあ、それに向かって立ち向かって、行く、また新たな竹風を見せれるように頑張っていきたいと思います。はい、応援よろしくお願いします。